皆さん、お疲れ様です。なるみです。本日のエピソードは、セクシュアルアビュース、性犯罪に関する内容を含みます。聞くのが苦しくなってしまう方もいらっしゃると思います。その方は、ぜひ今回のエピソードはスキップしていただけますと幸いです。また来週の月曜日にお会いしましょう。しのぶとなるみの毒舌アメリカンライフ。この番組はアメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと17で留学アメリカで人生のエグさを知り29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独自に切っていく番組です。週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーやオンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなくしのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関しては docame.com、 そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。今日は特別、はい、ゲストに来ていただいております。今回のゲストはですね、なんというか初めて出会っお会い、私がね、初めて、篠さんは違う場所でお会いしてたと思いますけど、私が初めて出会いお会いしたのは E メールが来て、うん、でその E メールでセンセーショナルな E メールが来ましたね。センセーショ、多分今までの E メールの中って一番トラジックというか、一番こう、うん、心がえぐられるような、うん、もう悲しいストーリーの E メールが来て、うん、でこういう啓蒙してくださいっていう、まあ、ななこさんからの E メールだったんですけれども、もう少しこうディープインしていくと、なるみちゃんが、うん、こしのぶさんこんな E メールが来たんですって私にシェアしてくれたじゃん。あ、そうですそうです、うん、でその時にパッて読んで2人の第一印象は、うん、いやちょっとこれ重すぎないってなったんだよね。まあ、確かにその通り、その通りですね、はい、うん、なんか話したいけど、うん、どう話したらいいかねこれねって言ってる時に、そうですね、うん、同時期に私の共通のダラスのお友達が、うん、ねえねえしのぶちゃんって、あのヒューストンに行くからぜひねしのぶちゃんに会わしたい人がいるんだって言われて、うん、で、あ、そうなんだそうなんだ、うん、あのヒューストンまで来てくれるならぜひぜひ会いたいって言って会ったら、うんうん、その時にこの奈々子ちゃんがいて、そうですね、でその時はこの目の前にいる奈々子ちゃんが、うん、あのメール文章の書いた本人と私全くクリックしてなくて、うん、で話が進んでいった時に、実は私あの E メールを送った奈々子ものですって言った時に、あ、そこ、あの合わせしてたんですね。え、知らなかったですよ、篠さんが会ってるってことですか。私は全然、そう、うん、そうそうそう、あ、会う前に奈々子ちゃんから言ってきてくれたわけじゃなくて、うん、そのあの E メールを書いた奈々子ちゃんだっていうのは全く分からずお会いして、うん、その後に奈々子ちゃんが、実は私あの E メール書いたものなんですよって言って、うん、あのってなって、うん、でまあ私は実際奈々子ちゃんとお話をいただいて、うん、でそもそもなんでこれ重いよなって思ってこう取り上げるのが難しかったものが、あ、うん、ぜひ取り上げようって前向きになったかっていうのは、うん、やっぱ奈々子ちゃんっていう本人とお会いして、はいはい、すごく彼女がめちゃ前向きなんですよ、うんうん、だから、うん、私は知らなかった。私は篠さんに本人に来ていただきましょうって言った時は、うん、篠さんが出会ってることも知らないで、そうだね、はい、私はただただなるみちゃんに事後報告だったもんね。そうですよ、私びっくりしました。イメールの方なんですけど、そうそうそう、イメールの方なんですけど、ドクマメに来てくれるって言ってくれましたよって私は言ってないもんね、うん、私ね、そうそうそうです、だからあ、よかったですって終わったんですけど、まさかそこでつながってるとは私は後から知るっていうこと で、うん、まあ、ちなみに その、はい、背景は今から紐解いていきたいと思いますが、はい、すみません、ななこさん、あの、はい、自己紹介お願いします。シングルマザーのななこです。アメリカ在住8年目です、うんうん、まあ、はい、11歳の娘がいまして、あとミニチュアハスキー、うん、明日4歳になるミニチュアハスキー、おめでとうございます。もう女の世界ですね。そうですね。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、要約して何が起こったかというと、まあ、旦那さんの罪で冤罪なのにもかかわらず、冤罪というのは犯罪を犯してないのにもかかわらず、警察、アメリカの警察に捕まってしまった奈々子さんの、ま、この5年間にわたるストーリー
にはなるんですけれども、それは今から紐解かせていただきたいと思います。ちなみにこのどれぐらい結婚されてたんですか？離婚する前はどれぐらい結婚されてて、結婚生活自体は2年弱で、それからもう完全にアメリカではもう完全に別居、もうあの離婚を前提に、で私もアメリカで自立しないといけないし、うんうん、なのでもう完全に別居で、まあ、彼の準備、反抗する反抗というか、こっちはサインですけど、準備ができるのをあまり焦らせず待ってて、お互い彼が納得した時が2019年の、前半ですね。うんで、やっぱり子供がいたので、いろんなすぐに全てが解決ってわけではいかなかったので、ファイルしてやっぱり2年ぐらいはかかりました。うん、で、まあ、その時にちなみにこうレッドフラグみたいな、なんかちょっとおかしいなって思った瞬間とかってなかったですか？全くないですね。あ、ない、やっぱり元の旦那はそのさっと結婚っていうふうに考えられたのは、やっぱ職業で言ったらいけないんですけど、やっぱ20年間、うん、警察官、しかもアメリカのって、うん、やっぱすごい安心感もあったし、守ってくれるって思った部分もありましたし、うん、なんかこう、規則正し、なんていうんですか、ルールを守る人ではあったんですね。どちらかというと。うんうん、なので、その、おかしな方向に行くとも思わなかったし、うん、まあ、一緒に暮らしてても、そうですね、人が、隠そうとしてることを、うん、は、わからないですよね。見破るということは、もともと、相手が隠そうとしていること、うんうん、それはこう、見えなかったっていう事実は、奈々子さんがすごい好きだったから、わざと見えないようにしたかなって思ったりもしますか？それとも本当にうまかったと思いますか？隠す、完全に隠す。本当になかった。うん、ああ、すごいですね。で、アメリカに移って、まあ、引っ越されます。で、それで、まあ、2019年ぐらいに、まあ、この離婚がファイナライズされて、まあ、離婚しました。その時はもう奈々子さんはもう完全に離れた場所に住んでいたんですもんね、エクスハズバンド。そうですね、そうですね。もう5年、別々です。あ、5年間別々に住まれてて。うん。で、奈々子さんは奈々子さんで自立 できるように仕事をされていて、そうですね、まあ、旦那さんは旦那さんで今までの仕事を続けていたっていう形、はい、いや、うん、そうですね、彼はリタイアして何をしてたかもあんまりもう別、完全に別居だったので、で、子供は一緒に育てる、まあ、入ってくれたものもありましたけど、行ったり来たりしていて、はいはい、で、奈々子さんの家に、まあ、彼が来る形で、まあ、そうですね、ほとんどが、あ、ほとんど、私たちの合意は、もうとにかく娘を私の家からパブリックスクールに通うってことなので、うん、月から金までは私の家。で、うん、土曜日は、うん、補習校、その日本語の補習校で丸一日、うん、なので、まあ、土曜日の補習校に彼が迎えに行って、で、土曜日の補習校終わったら、日曜日一緒、彼の家で過ごして、で、たまには日曜日の夜連れて帰ってくるか、まあ朝、学校にそのまんま降ろしてっていう形で、もうほとんどがうちだったんですね。うん。なので、もう、私がいない時だったり、まあ本当に彼がもっと一緒に過ごしたいって、金曜日の夜も過ごしたいっていう時は、もう来客用使っていいよって、自由に出、鍵も持ってましたし、自由に出入りはしてました、私は。やっぱり一番信用してできてたので、当時は。で、私もほら、ファミリーがこっちにいるわけでもないし。だ、彼の両親とかは仲良かったわけではない。僕、ただ彼との関係、彼の両親は、あまりとてつもなく宗教が強い方で、あんまり接触はないですね。すごい北の方に住んでる方で、ウィスコンシン、ミネソタ、ウィスコンシンの方で、じゃあ旦那さんに頼るぐらい。どちらかというと、そうですね。私が、もう月金死ぬほど働けたのは、やっぱり安心して父親だから娘を預けられるっていう、やっぱり彼のサポートがあったからやってこれたって思ってます。やっぱり信じてましたから。そうですよね。で、それで、まあ、事件の日というか、そうですね。その時は警察が
来られたんですか、家に。それとどういう状況だったのか教えていただきたい。まず、うん、当時は、うん、警察から後々聞いた話だと3チームに分かれて、うん、ABC で、うん、まず私に、私3種類ぐらい仕事してたんですけど、その一つの W2 に乗ってる、はい、多分乗ってるからそこの事務所に行ったと思うんですけど、うん、そこの事務所に警察官が2人来て、うん、で、ボスの方に、うん、菜々子さんと連絡が取りたい、うん、で、確認したいと、その、うん、大丈夫かどうかで、うん、まあボスも警察とはいえ本人に確認しないと勝手に自分の、うん、判断ではっていうことで、うん、ボスの方から私に連絡が来まして、で、うん、いやなんか今ね、うん、警察官がこちらの事務所にいて、うん、あなたにちょっと話があるって言ってるんですが、うん、変わってもいいですかって言われるの、あどうぞって、うん、何のことでしょうねって言って変わったんですよ、うん、そしたら、今B チームね、うん、それが A チームで、はい、あなたの家に B チームに B チームがワンブロック先にいます、だから今あなたの家に行っていいですかって言われたんですよ、うん、で何のことでしょうって、うんうん、でいいんですけどでとにかく会って話します、誰にも言わないでください、うん、誰にも電話しないでください、で、うん、その時ちょうど娘が 体育のなんだっけな、運動会で、レースの競技に出るか出ないかっていうのを確認しなきゃいけなかったんですよ、その日。はい。うん、でもその日は金曜日でお父さんの日だったから、うん、お父さん連れて帰ってって、学校終わってデイケアから、当時私たちもうほんとフルタイムで働いてたので、うん、学校の終わってデイケアからお父さんのお家で、その時にちょうど電話かかってきてたんですよ。多分レースに出るか出ないかのことを話し合っといてねって。うん、で、今かかってきてるんですけどって、そのキャッチフォンっていうんですかね、うん、別プープープーって、はいはい、そう今これ旦那からかかってきてるんです、元ね、うん、出ちゃいけないんですかって言ったら、うん、絶対出ないでください今から行きますって言うんで、でもうノックピンポーンって来たんですよ、早っ、うんうん、で、まあ、私服のカップのいい女性と、うん、あとまあ男性が来て、で本当にここのこの椅子に2人座って、うん、何でしょうって言ったら、うん、驚かないでくださいねって、あなたの娘さんがセクシャルアビュースを受けてます、こちらにはもう証拠がありますと、うん、なので、うん、今すぐちょっと来てください、うん、で娘さん今どこにいますかっていうので、うん、娘はもう今日はお父さんの日なんでお父さんが迎えに行ってますよって、うん、でちょっと待ってくださいってなって向こうも、うん、で、うん、おそらくその時もすでに C チームは元旦那の家の周りに隠れてたんです、うん、で、とにかく CPS に来てくださいって言われて、うん、CPS って何ですかみたいな、ね、私からすると、うん、まあ、子供がそのとにかくでもおかしいですよって、娘はとにかくか、私か、父親か、あとはもう全部送り迎えで学校以外で他の、うん、その知らない人と接触はまずしていない、ありえないので、うん、何かの間違いですよ。うん、まあ、でも、来てくれたら CPS で全てを話しますって言われたので、うん、で、わかりました。じゃあ私は次の日も仕事だって、今も仕事してるのでパソコン持っていきますって言って、うん、で、私自分の車で行こうとしたんです。いや、お母さんお母さんみたいな。後で送ってくるから、とにかく、うん、覆面のパトカー乗ってくださいって言われて。うん、で、乗って、一旦そのデイケアに行って、本当に娘がいないっていうことを全員で確認して、うん、で、その時に、今度 CPS のお偉いさんが来たんですよ。CPS のインベスティゲーターっていう。うん、で、その時かな、あ、うん、いや、その時じゃないかな。まあ、とにかく、いろいろ聞かれたんですよ。お父さんは、どこから家に入りますかとか、うん、車はどこに止めますかとか、うん、その、どういう経路で、ガラージはどうなってますかとか、うん、で、いや、普通に彼はガラージに入れずに、うん、そのガラージの手前のドライブウェイ
に止めますが、うん、でなもうとにかく家のその屋根の色とかそういうことを聞いて、うん、聞かれて、まあとにかく答えるしかないですよ。何が起こってるかわからない、うん。多分その時に、ま、待ち構えてて逮捕されたんですよね、彼は。もう彼には逮捕状が出てたんです、その時。ああ。七子さんには出てなかったけど、うん、彼には出ていて。そう。私と娘は、うん、娘はもちろん、保護の対象。で、私は、うん、私も多分保護、まだその時は保護の対象だけど、事情聴取はします、させてください、みたいな、お話聞きたいんでっていう感じで。うん、で、なぜその時に、その、うん、お父さんの方に、もうすでに逮捕状が出てきたのかっていうのが、後々分かったんですけど、うん、その、お父さんは、結局、日本にいる頃から、だから10年ぐらい前から、うん、その、チャイルドポルノに興味を持った。うん、で、まあ、それがいつから彼が見張られてたのかっていうのはわからないんですけど、まあ、アメリカで、その、チャイルドポルノっていうサイトとか、グーグルで調べたり、そのサイトに行ったりっていうこと自体が、まず、違法行為みたいで、で、彼はそこで、売り買いをしていた。その、ログインするだけではなく、うんうん、で、その、サイバーで彼が入って動いてるのをフラグが、うん、レッドフラグがサイバーで立つんですって。うん、で、そうすると、サイバーの警察が彼を見つけて、うん、そこで彼のパソコンに、いや、潜り込むんです。パソコンにずっと潜り込んで、泳がせて、彼が何をするのか、で、やりくりをしている間に彼のパソコンから、データを全部、彼にはバレないように引き抜いてるんですって。で、それがもう、そう、すべての証拠を持って、もう彼が何も言わせない状態で、あなたには逮捕状出てます。はい、逮捕っていうのが、その日起こったんです。でもすでに確証した、確立した証拠があって、もうアウトですってなっていて、そうですね、奈々子さんは、まあ、詳しく話を聞かせてください、うん、なので来てくださいっていう形で、まあ、CPS のところに行かれたと。はい、ここで補足なんですが、根本的に奈々子さんがなぜ疑われてしまったのかっていうのは、元旦那さんが奈々子さんの家のインターネットから幼児ポルノを検索していたせいで、奈々子さんのインターネットの IP アドレスが検索されてしまったということが、この警察と一緒に行かなければならない原因となってしまったらしいんです。で、その後は返されたんですか、家に。一旦帰ってください。いやいや、そうでもない。うん、もう私はそのまんま、事情聴取を受けて、うん、で、私はほら、家の、その、どこの車止めますかとか聞かれても、うん、その時に彼らが逮捕されてるなんていうことも知らないので、うん、で、まず聞かれ、じゃあ、お母さんで、この、実はですね、この写真、わかりますか？3枚まず見せられて、で、3枚は娘なんです。娘の2歳の時の写真なんです。日本で私、娘が近所の子とベランダで水をブワーって掛け合ってる。で、裸んぼ。2歳だし。で、もう一つは、そこの、そのお家の風呂場でバブルバス。まあ、それもその近所の男の子と。もうすごい仲良かったんですよ。もう本当に。やりますよ、やりますよ。で、あともう一つは、なぜこれが取り上げられたのかはちょっとわからないんですけど、お友達が、私のような お友達がよく来て、日本って風呂場開けたまんま、ずーっと遊ばせてたんですよ、私。遊ばせてて、見えるから、キッチンから、キッチンから料理しながら遊んでるの見たら大丈夫、大丈夫って、その時に遊びに来たお友達が洋服着てるんですよ。洋服着てるけど、なんか裸でもバタ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 やってる子供を、まあ見てるっていうその姿。それも見せられて、で、もう一つはもう全然関係ない。私の知らない、何ですかね。本当に、変な人が見るような、その、ちょ、
10歳ぐらいの子、ちょっと胸が大きくなりかけの女の子が、うん、こうなんか裸で、下だけなんかこうだからポーズ取ってるような5、6人の、うん、を見せられて、多分あれは警察官は私に見せるためのあれじゃなくて、彼に対して彼が持ってたもので、これはっていうやつだったと思うんですけど、うん、私、これパッて裏返されたんですけど、うん、ああいうのを多分持ってたのかなって今は思います。うん、そういうのが何百枚、うんで幼児ポルノの写真を保持してたわけね、うん、旦那さんが。うんうんうんで、これが、うん、で、私は一体それはなぜあなたたちが持ってるんですかと、うん。私が、この子の成長の記録の一部として撮ってた、もう何千枚、うん、一日に本当に下手したら100枚ぐらい撮るぐらい、やっぱり、もう子供、うん、ね、の、やっぱり成長を記録に撮ってたので、うんうんうん、そのうちの一枚なんで持ってるんですかっていうと、これが、違法サイトで売り買いされてると。売買されちゃったのね、うん、自分の娘の写真が。そう。裸んぼの写真が。うん、うん。嘘ですよって、うん、そんなの、うん。で、そうなんですか。で、でもこれは私が撮りましたよって。うん、で、ね、別に正直に言えば、うん、何にもその問題はないことだし。うん、だって母親だしね。うん、そう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 、うん、その、これが、掘るのなんて思いもしないし、うん、そうですよね、自分の娘ですしね、うんうんうん、まあでもそれが結局私の調査の間にまた別の場所で元旦那の調査がされていて、うん、で結構待たされてる時間もあったり、うん、で向こうで話をしてたりとか、まあ、そういう調査の中で、まあ、一応私も英語がもうね、半分半分、50-50なので、もう、あまり詳しいことを、何ですかね、反論もちょっと難しくなってきたので、うん、通訳まずつけてください。うんうん、でももう結局、もう彼らはバタバタ逮捕したかったんでしょうね。もう、はっきりさせたい。だから、なんか自分が撮ったってお母さん言ってるし、この人ちょっと調査しようみたいな感じになって、で、うん、パソコン見せてくださいって言われて、携帯も見せてくださいって言われて、うん、いいんですよって見せるのは、うん、いいんですけど、その、いつ帰れるんですか私みたいな。私、次の日朝8時から仕事で、うん、もうその時はもう夕方5時ぐらいの話だったので、始まりが。うんうんうん、早く帰らせてほしいなと思ってるぐらいだったんですけど、なんかどん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 結構脅迫気味た調査になってきて、うん、見せないんだったらパソコン取り上げるぞみたいな、うん、いやこれ私の私物なので、うん、うんうん、そしたらじゃあもう自ら出さないんだったら、うん、何週末取り上げるから今から裁判所命令取ってくるとか言うから、いや明日このパソコン使うから困るよみたいな、うん、まあそんなやり取りでもういいわと思って、うん、私その Google ね、うん、昔からの記録の写真があるから、ほら何月何日ここで撮ってますよって、これ旦那に送ってますよって、うん、でまあその証拠も全部見せて、うん、分かりましたって言って、男の警察官2人と CPS のインベスティゲーター、うん、女性が1人でドアを出て、やっぱりうん、こっち側は何だろう、多分向こうから見えるんですよね、うん、私のことが見えるような鏡の個室、はいはい、うん、マジックミラーみたいな感じでね、そこでガタゴタゴタ話をされていって戻ってきたら、うん、いきなり何ですか、日本で言う、うん、あなたには黙秘権があります、うん、これからあなたが、うん、って同じような、そのこれは必ず述べないといけないんですって、うん、警察官は。でもそれを述べるのが遅すぎたっていうか、全部私から聞いて、全部提出、そうそうそう、した後にそのミランダライツの時だけ通訳につなげてくれたの、うん、それだからそこはやっぱり法を守ろうと思ったんですかね、そのやっぱり、うん、であなたの証言どうのこうのって、それが通訳の人と話が終わったらすぐ、はい、You are under arrested、うん、って、あれ、チャイルドポルノ逮捕状が出ましたってなったんですね、うんうん、でも後ろ縄で、うん、で、そうです、その時にCPS のインベスティゲーターの方から、子供預かれる人、うん
まあ1日2日まずはあのお友達に、うん、まず呼んで引き取りに迎えに来てもらってくださいって言われて、いやいきなり言われても、うん、誰かいるかなっているかわかんないって言うと、もうあのねって、うん、誰も無理しても誰かを呼ばないと、これから彼女はフォースターケアというところに行きます、うん、で、そのフォースターケアっていうのは、うん、子供の中で子供の記憶の中で人生の中で一番辛い場所になるでしょう、そんな記憶をつけたいですか、って言われたの、うん、いやいやいやそんなところに、まあ、お友達に来てもらいますって言って、私のボスで、うんうん、まあ、仕事も一緒にやってるボスで、まあ、子供も3人いて仲のいい、うん、ただ3人いるから預けるのが大丈夫かなと思ったんですよ、うん、彼女も送り迎え3人分しないといけないのに、うん、さらにうちの子、まあ、でももうすぐに迎えに来てもらって、うん、で、まあ、一旦そこ で、うん、でその日が一旦終わると、はいはい、で 今になって、すいません、この、まあ、こう取り調べて全部話しちゃったってこの E メールに書かれてたと思うんですけども、うん、何もわからないから全部話しちゃったっておっしゃってましたけど、うんうん、もし今時間が戻れるとしたら、うん、その場にいた瞬間黙秘権を使ってたと思いますか、どう対応するのが、まあ、すみません正解っていうのはないと思うかもしれないんですけど、よかったなって今になったら思いますか。そうですね、もう後からやっぱりアメリカ生活が長い方はもう全員口を揃えて、うん、警察が絡んだら何にも言っちゃダメよって、うんうんうん、言われました。まあでもそんな知識もないし、うん、そうですよね、うん、何が起こってるか全く、うんね、だって娘なんて安全だと思ってるし、うん、そんな前の旦那が一体そういうことをしてること自体も知らないので、うん、ね、うん、じゃあ本当は言わない方が良かったかもしれない、まあ、結果は分からないですけれども、まあ、うん、あとあと弁護士に言われたのは正しい、うん、答えは弁護士を呼んでくれって欲しいと、うん、言うべきだった。でその今は私それには答えられない、うん、でも、うん、私それをすると逆に疑われると思ったんですよ、うん、そうだよね、日本人そう思いそうだよね、そう、だって確かに、うんうん、悪いことしてないのに、うん、何でも聞いてくださいだよ、ね、答えられない、何も隠すことないんでだよね、本当に、うん、本当に、うんうん、ただこう写真を送ったってことがその言葉自体が少しレッドフラグになっちゃったっていうのもあるってことですもんね。自分の私が撮った写真で私が送りましたっていう事実がシェアしたってい う、うん、だから事実がもう、まあ、うんうん、要はそのアメリカの中でその子供の写真が裸っていうことがもうアウトなんですって、うんうん、でそれをさらにはもう悪用されているわけだから、うん、その悪用された時点で、うん、じゃあこれを誰が撮ったのか、うん、で彼もその時供述でこれはねバカな元の嫁が送ってきたんだって あいつも共犯だって言ったもんだから、うん、なんか本当にその犯罪を犯してる人っていうか、うん、子供でもそうじゃないですか、自分が悪いんだけど、うん、あの僕だけじゃない、あの子だってやったんだって言ってちょっと、うん、罪を軽くしようと、多分そのレベルだと思うんですけど、うん、それを言ったことで、うん、まあ確かに私も送りましたよ。でも下手したらそれは、うん、罪に値するってことですか、そういう、そう、追加の罪になるそうです、うん、その持ってたとか取ったじゃなくて、うん、持ってたものを他の人に送った、うん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 、余計重くなっちゃう、そうそうそう、撮るのもそうだけれども、うん、送るのも余計重くなっちゃう、うん、あでちなみに今旦那さんは、まあ、2019年ぐらいに幼児ポールのサードディグリーフェロニーっていう、ね、第3級、うん、はい、重罪になると思うんですけど、うん、免罪するまで2年と7ヶ月かかったって、うん、おっしゃられたと思うんですが、うんうん、でその奈々子さんが無実を証明するまでお子さんとは全くもって会えなかったんですもんね、うん、そうですね、娘、うん、まず逮捕された時点で私も、う
幼児ポルンの、第3級共犯者だったフェロニー共犯者になっちゃったんだよね、うん、共犯そうそう、そうなんです、うん、で、彼の裏で手助けをしてたというふうに取られて、うん、で、うん、まず私の場合保釈金っていうのが設定されたんですけれども、うん、保釈金が、うん、50K で 50K という、まあ、500万ぐらいですね。でも、うん、アメリカだと 10% でいいんですよ。ボンドオフィスっていう人につけ、うんうん、ボンドオフィスが間に入ってもらえて、で保証人をつけて、うん、10% をまずキャッシュで払えば、出ていい、うんまあ、出れたボンドコンディションっていうのがない人もいるんですよ、そもそも、はいはい、もっと、うん、ただ一応アメリカでは殺人犯だとしても保釈される権利っていうのがすごく強くあるんですって、うんうん、だから、うん、ほとんどの人は一度保釈をされる権利があるから、で私はだから5000ドルを払って、うん、本来も次の日の朝には出れるはずだったんですけど、うん、私の場合こういう犯罪っていうのは、性犯罪に、うん、性犯罪の一括りになるので、うん、足首にその足かせっていうんですかね、アンクルブレスレットとこっちでは言う、うん、その GPS のモニターをつけないといけないんですね、うん、でそのモニターの会社が土日お休みだと、うん、で、うん、あなたじゃあ月曜の朝午前中来てもらうから、うん、そのお昼ぐらいまでいなきゃいけなくなったね、うん、でまあ、うん、しょうがない。ちなみにこの、まあ、で5000ドル払って出ました、はい、週末に出てきました。その時から、まあ、足かせはつきますけど、でそこからその時点ですぐに弁護士を雇って裁判の準備が始まるんですか？そうですね、私は出た時は、うん、そうですね、お友達に頼んで、とにかくその、うん、娘を預かってくれてるお友達が実家の両親に、まあ、こういう状況ですと、うんうん、で、建て替えてもらって保釈してもらって、うん、保釈でもう、うん、ほら3日間もうぐでんぐでんの状態で、うんねうん、何も分からずで最後そのジェルからこの階段を上がったら開けるだけのドアになってるから、うん、そこ出なさい、うん、そしたら多分あなたの連絡した人が待ってるはずだから、うん、もう本当なんで階段しかないところ、もう一方通行の階段登ってガーンって開けて、うん、日の光だ、うん、そうで迎えに来てもらった時にもうすで、うん、に弁護士と連絡を取ってもらってて、うん、でもうそのまんまもう足ブランブラン丸見えのまんま短パンでしたんで、うん、その時は、うん、ブランブランしたまんまスターバックスで、うん、そのシティから出れないので、うん、もうここまで来てくださいって言って、うん、でも携帯も全部取り上げられてる、私の携帯はないんですよ、うん、まあでも共通の、うん、共通のお友達で私の家の鍵を持ってたりとか、うん、娘の家庭教師してくださってたお友達とかがいたので、うん、その人に連絡して、うん、でまあね、弁護士来てくれて、でそれから一体何があった、うん、何があってどうのこうの、うん、まあこれは、まあ、その時、まあ、まず弁護士いくらぐらいかかりますよ、うん、最低でも、うんうん、で、うんまあ、まずはシティもっと狭い1個のシティだけしか出れないことになってたんで、うん、まずここを枠を上げましょうと、そうじゃないと何もできない、うんそうですね、そうですね、うん、一歩間違い一歩もうちょっと出たら逮捕再逮捕とかなると困るので、うん、うん、そのシティってどれぐらいの範囲だったんですか？小さいシティっていうともうなんか東京都ぐらいの距離感でしか出れないってことですか？いやいやいや、もっともっともう少し狭い、うん、もっと、うん、どれぐらいですかね、うん、東西30分ぐらい、うん、30分もない、あ、うん、20分ぐらいで、でじゃあまず最初の最初の行動がもう範囲を広げるところから弁護士に入ってもらう、うんうん、でそれで、まあ、無罪を証明するって、まあ、篠さんも言ってましたけど、うん、すごい大変だと思うんですけど、うんうんうん、そうですね、何を
準備すれしたんですか、七子さん。何を準備して無罪だって分かった。特にコーベットの時だったから、うん、すぐなんか3ヶ月のものが6ヶ月になってとかってすごい長引いたっておっしゃられたと思うんですけど、うん、 その間はもう何を準備して自分の無罪を証明したんですか、うん、無罪を証明っていうのができないんですよ、うん、やってないから何も。そうですよね、ですよね。そうです、うん、ええ、なので、うん、もうとにかくその逮捕されて、うん、その案件がまず大陪審、グランジュエリーって言うんですけど、うん、大陪審っていうところに、委ねられるんですね。こっちでは12人の陪審員裁、うん、陪審員と検察官のみの、あの決定で、私、うん、そこの中に私や私の弁護士が入り込むことはできないんですね。でも、うん、そこの大陪審では、うん、一応出せる資料っていうのがあるんです、うん、で検察側が持ってる資料と、うん、でまあこちら側の弁護士が用意した、資料、うん、まあ、ただやってないからその、うん、こちらは出すものっていうものはあまりないんですけれども、うん、ただその時に一つ出したのは任意なんですけど、うん、多分このエリアではそういう性犯罪とか の、うん、あの任意でやるポリグラフっていうのを専門にやるその、うん、嘘発見機ですよね、はいはい、それが2名いらっしゃるんです。元、うん、2人とも元 FBI の30年、うん、元30年働いて、私の方は30年 FBI の性犯罪で働い、あの担当してた人が、うん、ポリグラフをやって、でそこで出た結果はあくまでも参考、うん、資料、うん、まあ、その捜査官がやっぱ30年ねって僕はね、うん、って働いてて初めてこんなスコア見た、うん、あなた 99.995 ですよ、うん、いや、それはどういう意味ですか。本当のことを995、本当のこと言ってるし、でその調査の内容もその、うん、元旦那がそういう癖を知ってたかとかいうのも、うん、その内容全部があなたは彼の犯罪やってた、その知らずに送っていた、うん、彼がそういうものが好きで、うん、分かって送ったんじゃないっていうのと、うん、やっぱりあなたはそのそれ、うん、その何、子供の写真をポルノとに、うん、認識して撮ってたわけではない、うん、もうあなたは 100% この逮捕されるべきではなかったって言ってくださって、力強いですね。でもすぐその、うん、わからない、私は開けてはいけない資料だったので、うん、あの密封された資料をすぐに、うん、あの弁護士の方に送ってくださって、うん、でそれはグランドジュエリーに持っていかれた、うん、だからここにね、奈々子ちゃんが書いてくれてるように、そうなんですね、逮捕されてから2年7ヶ月の2022年4月19日に大陪審によって、うん、この人を犯罪の罪に問う何たる証拠もないっていう全員一致の決定で不起訴、まあ、イコール無罪だから起訴には値しないってことだよね、うんうん、そうです。もう起訴もされなかった、だから2年7ヶ月起訴もされてない、うん、そのもうなんか容疑者ってだけだよね、2年7ヶ月。そうです、そう。でもその間娘さんと住めなかったんでしょ、会えない、でそれが私は悲しい、うん、戻ってこないもん、その時間。ちなみに何歳だったんですか、うん、そのまあその通り、ね、6歳です。6歳で、6歳から8歳になるまでずっと会えなかった、うん、あもう9歳か9歳、うんうん、あの回でも一切会えない状態で、はい、もうそれが辛かったですね、うん、もうなんだろう、うん、最初はね逮捕されて最初はもうなんか1週間ぐらいずっと天井見て、うん、もう動けない、うん、あ何が起こったので、ねジェールでも、うん、これは絶対大夢だ、うんね、夢で荒れなきゃいけないから、起きたら目が覚めたら、うん、何もかも元に戻ってる、うんうん、って思ったこと一回も人生でなかったんですけど、うん、心から望みましたよね、もう、うん、なはず、ね、起きてもいやこれだ、うん、もう戦うしかないみたいな、とにかく、うん、どうして私がこんな目に、ね、その容疑者であった、うん、まあ、起訴もされていない、起訴を、まあ、その容疑者の間の2年7ヶ月、うん、1回も会えなかったの、1回もビジテーションも何もないの、
ありえないね。フェイスタイムもない、写真もない、全部もない。で自分の子供がどう、うん、成長してるかも全くもってわからない状態。全くです。ただ母が、うん、うちの母と父が、CPS に頼んで、うん、1週間に1回かな、1週間に2回15分だけ、うん、テレビ電話をさせてくれてたんですね。でそれはもう許可されて、あの裁判所から命令出してもらったんですよ、うん、やはりこの子はって、うん、アメリカの子としてこうやってもう無理やり向こうに取られたけど、うん、日本の子でもあるんですよって、うん、今まで6年間培ってきた日本語をこのまま忘れさせるにはいけない、うん、日本語の勉強をっていうのもあって、うん、まず逮捕されて最初の1年っていうのは、うん、もうコロナで全てが閉じたので、うん、あの子はうちにいたんです、子供は。で、うん、私は帰れないから、私はまずはそのお友達の家に、うん、あの居候させてもらって、うん、で行動範囲が広くなってからアパートを借りて、で私の両親ももう飛んできてくれたので、うん、で私ただその時に、おかしな話、前の旦那のお姉さんがウィスコンシンから、うん、独身なのでパッと来てもらって、とりあえず 2,3 日っていう形で来てもらって、うちにまず泊まったから、それが先だったので彼女が優先になったんですよ、うちを、私の家を使えるのが。はいはいはい、うん、でその次の次の日に母が来たんですけど、うん、この子人が先に来たから、うん、ダメってなって CPS の方で、うん、で、いつになるかわからないけど、まだしばらく入れるって、 1ヶ月ぐらいはこのお姉さん入れるって言ってるからって言って、うん、じゃあ母と、私と母と、うん、父も後から来てくれたんですけど、うん、はアパートにとりあえずもうテンポラリーだけど安全な、うん、でオーナーさんがたまたま日本人だったんで、うん、本当に、うん、運よくファーニッシュで入れてくださって、うんうんうん、ありがたかったですね。私たちも1ヶ月ぐらいの、ね、気持ちで、うん、ね、1ヶ月したら、で CPS も最初はもう、うん、両親の方がその日、うん、二親等ですかね、はいはい、言ったらおばおじ、うん、おじよりも子供が二親等で3年間日本で暮らしてるし、うん、もうね、人生の中で 2,3 回しか会ったことのないおばさんや、ね、うん、おじさんと住むよりもっていうので、うん、でうちはバックグラウンドもきちんとした家だったので、うん、CPS もみんなで元の旦那もみんな、うん、よし、うちの両親に預けて、うん、とりあえずもうこのことが終わるまで、うん、もう子供、娘は安全にこの人たちに守ってもらおう、 で、ね、うん、話は落ち着いてたんです、うん、それが、向こうの弟夫婦、うん、元旦那の弟夫婦がやはり子供がちょっとできずに悩んで、うん、長年悩んでいた子夫婦がいて、うん、その夫婦がいきなり名乗り出てきたんですよ、うん、いや私たちが、うんうん、でそこで結局本当の裁判したんです、うん、この娘の一時的な保護者を決めるために、うん、うちの母たち、父母とそのウィスコンシンの弟夫婦、うん、でもそれも進まないんですよ、コロナで、うんうん、あ、そっか、最初 CPS からのそういう場合、うん、ホームスタディっていうのがあるんですね、うん、なんで何かっていうと、そのこの子供をホームスタディっていうのは、その引き取る側の親側とか、うん、するテスト、うん、みたいなもので、この人たちが安全にこの子供を守っていけるのかっていうテストなんですね、うん、CPS からの。で、うん、もう 2,3 時間かな、質疑応答、うん、でそれも全部、記録に残ってるんですけど、うん、母と父が答えたことと、うん、向こう家族が答えたことで、うん、例えば究極やはり、あなたは今回の事件どう思いますか、うん、娘さんが やったと思いますか、旦那さん、お父さんがやったと思いますかって言われた時に、うん、うちは日本人なので悪いことってあんまり言わないんですよね、うん、まだやっぱりみんな信じてたお父さんだったから、うんうん、って私はもちろん娘は 100% 信じてます、うん、彼女はやってないって信じてます。で、その元お父さんもいいお父さんでしたって、あ、それしか言わなかった、うん、その、うん、でもこちらもこちらで、うん、
元旦那がそういうサイトに行ってそういう、うん、もう所持してトレードして、うん、動画もそのいっぱい持ってっていう証拠も出てるから彼らは分かってるんですよね、うん、あの彼がやったというのは、うん、でも彼らが言うのは私の兄私たちの兄は、うん間違いを犯したけれども、うんうん、許されるべきだと、もう一度、うん、娘の父親に戻るべきだと、うんうん、でも奈々子は、うん、いい母親じゃないから、もうあれこれあれこれ言うんですよ。で彼らも、ね、私たちは、うん兄を信じてる、兄はあの必ずいい父親なので、うん、言ってる。その時点で私もレッドブル。おかしいでしょ、うん、でもそういうことを言ってるのに、うん、CPS の回答は日本のこの おじいさんおばあさんが言ってる、言ってる、うん、娘を信じてるこのおじいさんおばあさんは、うん、この子供を守ることはできませんっていうことでディナイ。でこっちはもっとひどいこと言ってるのにやっぱり、うん、あのアメリカ人ね、白人、うん、ねと言っても白人も完全にそのね、うん、なんだろうホームスタディっていうのを回答のレコードを見てると、うん、なぜ、うん、これでっていうもう通るんだよっていうね、だからやっぱりもうあとはみんな感じたのはやっぱり、うん、ちょっと上のくらいきちんとしたアジア人、うん、こっちはもう本当に底辺の白人、うん、でも CPS たちはこっちを守るんですよ、うん、とにかく白人を。あ、やっぱりアメリカ、アメリカやばい、ホワイトプリバレッジがあるんです、うんうん、こんなアジア人に勝たせてたまるかよですよ、うん、本当に、うんうんまあ、しかもアメリカ人じゃないしね、ま、こっちはね。でもこちらはでもあのビザもあるんですよ、まあ、でもアメリカ人ではない、うん、もちろん、うん、でも最初は合意してたんですよ、うん、そうだよね、そうだよね、その弟夫婦が出てくるまではね、うんうん、黙ってりゃいいのにね、本当にその弟夫婦も おせっかいの話だよね本当、うん、そうで結局そこでやっぱりじゃあ弟夫婦の方に、ね、弟夫婦にそう1年後ですね、そのさ、弟夫婦は奈々子ちゃんのことがそもそも好きじゃなかったの、最初から。あまりその関わりもなかったんですよね。で、まあ、嫌いでしょうね、うん、そうか気に食わないでしょうね。なんか多分ね、兄がこうなったのはお前のせいだぐらい思ってるとは思いますよ。うそういうとこあるからな、家族はあるからな、思いそう、なんか自分たち自分の家族を疑うっていうことがあんまない、うん気がしますね。そうですね。だから悪いことは分かってるんだけど、そうそうそう but she making him doing that。そう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 。she's pushing him doing that みたいなさ。やっぱなんか自分の家族一番みたいな。絶対自分の息子は間違ったことしてないっていうなんかこう、うん、ね、まあ、娘も息子も絶対正しいっていう 100% のよく分かんない信頼がありますからね。うん、そうですね。なんだろうね。それはアメリカ人だよね。でその1年間、まあ、1年後に今引き取られるじゃないですか。その1年間ってじゃあ親御さんが娘は、私の家から通常の学校に通い、うんもう延期延期延期でその、うん、全部が延期になってるからそのお姉さんが、うん、お姉ちゃんが1ヶ月しかお姉さんが、うんうん、そうだから私は、うんお姉さんにお金を渡してますね。あの変なもの食べさせないでほしい、うんもうでうん、お姉さんはその元々がその教会の方で、うん、本当にミニマムでしかお金を稼がない方だったので、はいうんうん、なので、まあ、あのそこはね、うん、うちでパーティーするようなお姉さんではなかったから、うんうんうんまあ、最低限のお世話をしてくれた、うんうん、お世話はしてくれたと思いますね。で親御さんは、うん、奈々子さんの親御さんは会うことはできたんですもんね。あの娘さんに会うこと、うん、会うことできなかった、会わせてもらえな、うん、会っていいのは、うん、裁判で向こうに引き取られるって決まって、1回2回だから本当に会わせてもらえなかった。だってうちの両親がなんで会ってはいけないの、そうなんでしょう、思いません、うんうん、もう10分圏内に住んでるんですよ。そうそうそう、うんうん、それはもうやっぱり奈々子さんに繋がってるからってことになるんですかね。奈々子さんがまあ容疑者となって、うん、関係ないです。関係ない、うん、ホームスタディで落ちたから、うん、
なんで落ちるのよね、うんうん、またさっきの原因ですよね、この言い方で向こうが劣勢になるような言い方をしたからっていう理由で合わせてもらえない、うんうん、そうだから彼女を守れないっていう反抗されちゃったから、うんうんうん、今度は会うこともできない、うんうん、で、まあ、裁判とかがあるとやっぱり関係者っていうのはその何ですかね、あっちはいけないんですかね、うん、まあ両親には何も非はないんですけど、うん、まあ、全てでもこのその1年っていうのは、うん、裁判からの命令もない、その判事からの何もないところで、うん、CPS だけの判断で、うん、とりあえずこれしてて、うん、とりあえずこれしててで、みんなほらコロナで初めての状況、まあ、いっぱいいっぱいでしたよね、うん、確かに、うんうん、で両親もなんで奈々子なんでって、うん、ね、そうですね、で、うん、でももう終わりがない戦い、うん、で、うん、でも唯一本当に私がその時救われたのはほら、うん、やっぱり私、まあね、成美さんはねご実家に帰られ、ね、うん、近くに今お住まいですけど、うん、ね、忍さんとかもそうでしょうけど、うん、一旦ほら家を出て、うん、子供を産んで、うん、ってなった自分が子供に帰ることってないじゃないですか、常に自分には子供がいて親でいなきゃいけない自分がいて、うんうん、でもうね元の両親にそうやって自分が子供だけでいれる時間って、うん、一緒にもうないと思ってたのが、うん、ね、こうやって来てくれて、うん、ね、それも狭い、ね、うん、2ベッドのアパートで、うん、なんかガヤガヤそこのしかもロックダウンして、うん、常にその、ね、うん、育った20年前30年前の生活みたいなのを、うん、母親父親と私で、ね、うん、やって子供のように扱われてっていうのが、うん、本当に唯一癒しというか、うん、なんか、うん、救われたなと、こんな時間が生涯また持てるとは思わなかったっていうのは唯一ありがたかったですね。うん、そんなサポートがなかったらやっていけないよね。でももう1年でやっぱり彼女がウィスコンシンに行ってからはもういいよって帰ってって、うん、でいつになるかわからないし、うん、両親とも一応自営業ですので、うん、2人とも一応もういいよって、うん、他の人に任せて来てくれたけどって、うん、で2年、はい、まあ、7ヶ月で、まあ、無罪となった後は今度はもう親権の問題になりますよね、親権の取り合いで、そうですよね、でそれはそ、まあ、それ書かれたと思うんですけど、この、うん、まあ、弟夫婦が渡さないっていうこのテンポラリーからパーミネントっていうこの、まあ、一時的な親権を持ってたのが2年を過ぎたらまあ確実な親権に変わってくるっていうので奈々子さんは戦わないといけなかったんですけど、それもすごかったんですもんね、戦い。そうですね、うん、そうですね、クリミナルが終わったら常識的にですよ、多分日本だったらそのこんな戦いないと思うんですけど、うん、ね、クリミこのお母さんは無実で無罪で帰ってきました、うん、もう私なんてその日に娘に会いに行きたいわけですよ、そうですよ、うん、なんだよね、うんうん、でもいいですか、うん、でもね、うん、ダメ、今書類上、うん、これは無罪の母だけど、うん、ポリなんで こっちのアメリカで一番強いのってその何オーダー、コートオーダーっていう、うん、そのオーダーが何よりも一番強いみたいだから、うん、今の現状あなたが無罪でもこの紙をテンポラリーでいいから変えないといけない、はいはい、でちょっと待ってくれってなって、うん、まあ、まずはね、うん、夫婦に自分から、うん、まあ、本日こうこうこうで無罪確定しました、うん、で私の娘をねこれからやうん、返してもらおうという手続きにもちろん取り掛かりますと、うんうん、でもやっぱり娘がね突然ね彼らはもうおそらく生涯私は会えないぐらいの、ね、うん、私を完全に犯罪者だと思ってるから、うん、大嫌いな人だし、うんでもうん、だからそういう風になってるだろうなと思って準備してくださいちょっとずつ、うんうん、でそうするとも彼らは待て、うん、
カウンセラーにまずはって言うんですね、うん、何もかもが全てカウンセラーを通さないといけないから、うん、彼らは、うん、弁護士がいないので、うん、でそうなんだけれども、うん、でそのカウンセラーがよしと言うまでは待ってくれて、それがすごい長いんですよ、うん、あの今週も来週もまだカウンセラーと話ができてない、いや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 、そういうことか、カウンセラー、うん、ね、わざと引き伸ばしてるんだ、うん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 、で、まあ、結局あのもうあの私の弁護士が間に入って、うん、ね、あの事実返ってきたんだよって、うん、お母さんがね、うんうん、もうこれ以上ね引き止めることはできない、まあ、裁判までね、うん、なったとしてもこの子がどう思うかなって、うん、その時に、うん、お母さんも無罪でね、うん、あの帰ってきていいのに、うん、その彼らの自分の欲だ、あのね、うん、欲、うん、独占欲だけで彼女を引き止めるっていうのはもうかな、あとね、やっぱり何を傷つけるかって、うん、子供を傷つける、確かに、うんうん、なので、まあ、ちょうどよく4月に、私が無罪になって、うん、でアメリカは学校が8月から始まるので、うん、新学期ですね、あ、新学期じゃない、うん、新学年が始まる、うん、もうそこで無理やりでも引っ張るしかないっていうことで、うん、8月の1日に返してくださいって言ったんです、うん、でも向こうは絶対の、うん、あの早すぎるって、うん、いやいや、うん、4ヶ月あるんですよ、うん、何が早いんですか、確かに意味が分からないですけど、ね、うんうん、だからあのもうミューチャルアグリーメントでもとにかく8月1日に一応簡単な弁護士とのやり取りで、うん、あの書類にサインして、うん、とにかく娘だけはこっちに帰ってきた。でもその時点で、うん、彼らはなんで返したくなかったの、うん、自分たちに子供がいないからこの子を子供にしたかったっていうこと、それがね、うん、できたんです、そのあ子供ができた 最中に双子ができて、うんうん、双子しかも、うん、すごいでしょ、うん、だからもう双子ちゃんに専念してくださいって言ってるんですけど、うん、やっぱり、まあ、彼らもすごい教会の人なので、あの、うん、子供に対するその執着っていうかやっぱり愛情、教会の人だからこそもっと倫理を持て、うん、そう、うんうん、なのでやっぱりあのあとやっぱ弁護士曰くね、うん、このかわいそうな子で、このかわいそうな子お父さんね、この一応悪い元嫁だから、うん、悪い元嫁にやっぱりもうお父さんはね親権剥奪されるだろうなってのも気づいてるだろうし、まあ言っても元旦那は、うん、なんだ、刑期を軽減したとは言っても4年その後は生涯セクシャルオフェンダーの、うん、あのレジスターがされるので、もう近づけないわけですよ子供には、うんうん、だとは言ってもあのこんなことになった、こんなバカなんか嫌 大嫌いな母親の元に返さなきゃいけない、うん、私たちが何としてでもこの子を繋いでおかなければっていう、正義感なんだ、そう、らしいです、うわ、正義感からくるあれなんだ、じゃあ奈々子ちゃんのことがもう悪でしかなかったんだ、無罪になってるけど、そうでしょうね、本当にそうですよ、でもさすごい決めつけだよねそんなの、うん、でも勝手な固定概念だよね、うん、でもね、うん、そう思ってしまったらもうそれが正義ですから、うん、確かにそれを正義を覆すのは結構難しいっていうのはその通りかなと思いますよね、うん、で最終的にはあの子供は返してもらったんですか、8月1日に、そうですね、一旦8月1日学校が始まるっていうことで、うん、で返してもらいました、で、それからももうずっと、うん、あの合意に至らないそのアグリーメント、うん、あの彼らは、私彼らの要求は、うん、娘を返したんだから代わりに、うん、親権、要は、ね、親権って普通、うん、母親と父親でしょ、そうですね、うん、でしょ、でそこに、この子は母親、うん、父親、もう一人おじ、うん、おばっていう4人が保護者になってたんです、うん、要は、うん、テンポラリーだったのがパーマネントになっちゃったから、ね、期間が長くなりすぎて、うん、で、うん、学校もあのそうなんです、4人いるんです、で、うん、そのここの父親を私が抜くっていうのは分かってるから、うん、ここにじゃあ賛成してあげるからここに、うん、3人で面倒見ましょうって言ってきたんです、娘の保護者を3人にしましょう、はい、
いやいやいやするわけがないじゃない。なわけがない。もともと私は無罪で帰ってきたんだから、うん、父親母親は、どうしてもここが犯罪者だとしても、うん、私が抜こうとしなけしない限り抜けないんです。抜かなくて一応は 親となれるんです、うん、でも、うん、この2人は別個でしょって。本当にその通り。うん、だからあなたたちはもちろん抜きますし、うん、でその次は この人も抜きますよ私は。そうです。でそれが一つ向こうの条件だから、うん、私たちにも権利が欲しいこの子に対する、うんうんうん、でその次、2つ目は、まずこの地域、まあ、テキサスから出ないで、あのテキサス以内に住んで、うん、でいや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 私日本人 で、うん、でどこ次誰と結婚するかもわからないよって、もしかしたら、うん、イギリス人と結婚したらイギリス人かもしれないし、うん、なんで無罪のこんな私があなたたちの、うん、確かに、うん、意向で言うこと聞かないといけない、うんうん、住むとこまで決められなきゃいけないの、うんうん、っていうのと、まあ、彼らはやっぱりあの私がテキサスの法律で縛られていないと私が合わせないようにするだろうなと思ったんですって、うんうんうん、私はね、うん、そんな悪魔じゃないですよ。向こうが彼女のために会いたい、うん、会いに来るんであればもちろんどうぞ、うんね、うん、でもそれがテキサスに住めって言われてね、がんじがらめにされたらそんなのやめてよって思いますし、うんうんうん、でそれも自由の権利がある私にも。確かに、うん、で、うん、あとまあ夏休み1ヶ月まるまるくれとか、うん、まあ、サンクスギビングに年に1回会いたいとか、うんうん、まあ、そういうのいろ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 含めて、まあ、あの揉めたんです。でもやっぱり一番大きな論点は親権、うん、私は絶対に単独親権以外認めない、うん、だって私の子だし、ね、私何も悪いことしてないから、うんうん、あなたたちに親権はあげない、まあ、それで揉めて、うん、で住むところだって私は自由にどこにでも住む権利がある、うんうん、じゃ あの合意できなければもう私は裁判になってもいいですって、うん、で、まあ、向こうもずっと2年間で濁されてきたんですけど、その間1年目に、うん、私が向こうがやっと初めて弁護士を雇ったんです。おう、うん、5回延期になったのがサインしないということで、弟さんとかサインしない。11月1日が最後の、まあ、次の裁判予定ですよね、うん、それは延期されずに必ずそれがあれば5年という長い歴史にクローズドが終止符が打たれるっていう、多分、うん、毎月のように言ってるんですけど、うん、これで終わりこれで終わりって、うん、毎回なんか意地悪されるんですよ。合意したじゃないで、サインくださいよって言ってもしないって、うんうん、って言われるとまた、もともとまっすぐ行けたところを、ね、彼らはごねれるんですよ、うん、でも、うん、私たちが右に行って左に行ってまっすぐ行って、うん、もう一回こう、うん、遠回り3回遠回りしないと結局結果はもう変わらないのに、確かに、うんうんうん、だから時間と無駄なことだけが回りくどって、くど、うん、過ぎていってる感じはしますね、うん、でまあ全てにおいてそれが、はい、七子さんの今までのこの経験が、まあ、5年かけて終止符が打たれると思うんですけど、うん、あの、うん、まあ、七子さんの書いてくれたあのワードドキュメントになりますけど、まあ、自由の国アメリカと称されているが、まあ、人種差別、不平等、司法制度、正義が何なのかっていうのがもっとずっと深い部分にアメリカはありますよ、うん、さっきおっしゃられたみたいに白人、うん、まあ、テキサスが強いっていうのもあるかもしれないですよね、うん、白人至上主義だから、うん、テキサスがだからより白人であれば優遇されるし、初めてあのワイトプリバレッジってこういうことなんだなって思いました今。なんかある、うん、なんかこうなくなってきてるのかなと思ってたら、あ、こんな根本にプリバレッジって存在するんだなってちょっと正直ショックを受けたというか、なので、まあ、今はリボンディングって言ってこう娘さんと新しい関係をまた築いているっていう状態だと思いますけど、うん、そうですね、うん、やっぱり3年会ってなくって、うん、最初に3年目に会った時は、うん、あの本当にどう考えましたね、あの、うん、やっぱりいろんな悪口も言われてるだろうし、そうですね、お母さん悪いことしたんだよって言われてるだろうし、うん、でも
どんな顔して会うんだろうって、怒ってんのかな、怒るかなとか、うん、何代にこの買ったのって言うかなって思って、うん、も一応ね、うん、あの私の母と娘がうちにいて、私が花持って会いに来た、あの来るっていう設定、うん、もうで、うん、母がビデオ持ってビデオ撮っててねって言って、うん、ね、そう、そしたらあのもう私が駐車目の前に車止めてる最中からずっと外見てたんですけど、うん、まあまあまだまだまだ、そしたらもう私が準備する間もなくダーッと走ってきて、まあまあみたいなって、あ、飛ぶ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 、あれが飛んでるよ。もうそれが聞いてるだけで泣けてくる、泣けてくる、ね、本当に、だから終わってからはね、もう本当にあの前に向かって進んでいって、うん、いいことばかりじゃないですよ、やっぱり失ったの、うん、時の傷もいっぱいありますけど、うん、もうどんどん上には上がってる。ただもうあの2年7ヶ月っていうあの恐ろしい、うん、なんだろう、苦しい、なんかね、終わりのない辛い時っていうのはもう、あんなのはもう、なんで、なんでって言ったらもう答えは出てこないんですよね。そう、確かに、うん、そこにはもう何も答えはないもんね。でもやっぱりこれって、うん、私はもともとその元旦那がしたからこういうことになったけど、うん、でも誰でも起こりうることと思うんですよ、日本人、まあ、特にやっぱり当時もう私の周りで、私はこの捕まってこういう写真、うん、子供の写真、うん、風呂場の写真を持ってたっていうだけでも、うん、周りの人はもう一斉に消しましたよね。そうですよね、うん、風呂もダメなの、うん、で結構ほら私たちって周り日本人の子集めたら、もう今日はさって5、6人で一緒に風呂入らしちゃおうよとかなんて言って、うん、もあれもやってた、うんうん、やってた、うん、だからもうその時だってもう面白いから親は撮るじゃないですか、そういうことやってんの、うんうん、写真撮ってで、うん、もうだからみんなで全員消しましたよね、本当に、うん、でやっぱりう、ね、うん、もう CPS からも言われたけど、もうアウト、もうパンツ履いてない時点でアウト、でも、うんうん、すごいですね、もうでパンツ履いてれば一応セーフだけど、もう裸も全部、どの年齢も赤0歳から全部アウトになるってことですね。アウトですって、うん、あの沐浴中のあれもダメって、写真なんかもう撮るな、うんうん、そうですね、もう本当に日本人が、うん、まあおっしゃられてましたけど、奈良子さんもこうクレヨンしんちゃんでお尻ブリブリとかっていうアニメを見て育ってきた子供だとすると、うんうんね、もうなんかそれが当たり前のような、なんかこう別にね、うん、そこに対してあんまり深く考えたこともなかったですけど、本当に奈々子さんがおっしゃってくれたわけで、アメリカっていう違う国にいるんだっていう、この違う国は違うルールがあって、知ってないからこそ陥る落とし穴だったっていうのは本当に、あの、勉強になりました。そうですね、やっぱりアメリカのミックスの子っていうのは、あの母親じゃなく国が持っていきますからね、アメリカの子、うん、アメリカの財産だもんね、うんうんうん、では最後に、何かこう、まあ、これからに海外に行かれる日本人の奥さんだったりとか、まあ、これ今海外に住んでる日本人の奥さんたち、まあ、旦那さんもいらっしゃると思いますけど、何かアドバイスまではないですけど一言あったりしますか、うん、そうですね、やっぱり行き先の法律を知っておくことはやっぱり、本当に大事かなと思います。で、日本で当たり前でやってきたことが他の国では全然通用しない、法律違反になるっていうことの怖さは本当に知っておかないといけないなと思います。やっぱり私はそこを知らずに、あの法律を甘く見てた、まあ本来こういうことに巻き込まれること自体がね、まあ、レアケースでもあるんですね、確かに、でも、そうですね、だから極論も今回はもう本当に極論で聞いたんです、もうじゃあもうポルノに関してどうなのか、で、あの、まあ、とにかくパンツ履いてなきゃダメ、でも、じゃあ私はあのじゃあ例えば旅行者でね、アメリカ日本からアメリカに来て、ね、日本で生活してて
子供の写真なんていっぱいありますよ。でも、うん、彼らがアメリカに旅行に来て何かトラブルがあって、例えば携帯落としちゃった、でその人たちが全部開いて、うん、これはって言って警察に持っていったとなった場合とかでも、うん、もう完全にチャイルドポルノ、しかもそれの密輸、うん、もう追加の罪はつきますよって、もう CPS にも言われましたね、うん、もうだからとにかく、うん、あの子供の写真裸は撮らない、撮らない、そうね、うん、そこなんだろうね、可愛いからね、そこなんだね、うん、子供の成長はね、うん、もう一日一日違うし、うん、そうですね、そんな2歳の子供なんてほとんどが裸で走り回ってるのは、ね、本当よ、本当、本当、ほぼほぼ裸です、うんうん、私も撮りましたしね、ショーンがシャワーでルンルンで、なんかこうルンルンで、可愛いですからね、シャワールームでマッパで、うん、歌ってたから、すっげー歌ってると思って、うん、こっそりこう撮ったんだけど、速攻消しましたね、それ、うん、速攻消しました、本当に小さいことですけどね、あとやっぱりもう日本人、あの 何かトラブったらやっぱ自分で解決しようとせず、うんうん、なんだろう、ね、答えていいこといけないこと、あとやっぱり私たちのラングイージバリアも ありますし、うん、もう、常にやっぱりアメリカって弁護士の世界っていうのもあるから、うん、ね、やっぱりもう弁護士に聞いて 、うん、活用する、うんうん、のが一番だと思います。そうですね。うん、そうだよね。サポートシステムをね、はい、有効活用だよね。うん、やっぱりどこみんなよ、ね、普通に生活してても私たちって本当にマイノリティなので、そうですね。うんうん、どこでマイナスに動くかが、私はまだ来て8年ですけど、わからない。確かに。わ、うん、からない。身に染みる一言でしたね。本当にわからない。うんうん、でもまあ、うん、私もその危機感を持つってことが大事だね。そうです、すごくね、やっぱりね、うん、私もチャイルド、あの、うん、CPS にあのピックアップされて、あのホストファミリーから抜け出す経験があったんですけど、そうかそうか、そうですよね、はい、本当にアメリカは CPS って強い力を持ってるんだっていうのも、うん、今回強いよ、びっくりしました。本当にアメリカって子供が守られなければならないものだっていうのを、うん、ものすごく強くやってる国なんだなっていうのも再認識しましたし、まあ良かれ悪かれ子供は必ず守られる立場にいるんだなとか、うん、なんかいろんなことが勉強になりました。本当にありがとうございました。はい、長い間、はい、あのもう収録して1時間40分になりますが、本当に七子さん、うん、貴重な話をありがとうございました。とんでもありません、こちらこそ。本当です、うん、ありがとうございます。早くこの裁判が終わることを、うん、そうですね、お祈りしておきます。皆さんもね、うん、プレイフォー七子さんです。本当に早く終わることを、早く解放されること、これからの、ね、これからいろんな幸せが待ってるところを、ね、うん、楽しんで、ね、はい、まだまだ娘さんとの時間もたくさん余ってるし ね、余ってるって言うとおかしいけど、ね、余ってるって言ったらちょっと語弊があったね。これからの、ね、これから失われた時間じゃなくて、これからの時間に注力して、はい、うん、ぜひあの、はい、今後のこともぜひあのアップデートしていただけたらなと思います。そうですね、皆さん方もちろん、もちろん、はい、もちろん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。本当に本当に、はい、ありがとうございまし ました。質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしきや @gmail.com までご連絡お願いします。毒アメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。または SNS でハッシュタグ毒アメとつぶやくと、ハートとコメントが返ってくるかも。では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。